おっす、テポンゲです。今日もね、3日目の11連、やるんですが、ちょっと昨日ね、競馬がありまして、ちょっと昨日スプリンターズステークスというね、中山競馬場の、G1 のね、短距離のレースがあったんですが、3万円使いまして、2万1000円になって帰ってきました。はい、エテボンゲです。まあそこでやめとけばよかったんだけど、終われないよね。それじゃ終われないよね。なんとその日、凱旋門賞っていう、フランスで、フランスの競馬なんだけど、大きいレース、G1 のあって、まあそれにね、日本の競馬界の、いい馬というか、日本競馬のね、その里のダイヤモンド、あと里のノブレスがね、走ったんですが、はい、まあ買うよね、買うよね、2万円分ね、帰ってきた2万1000円分全部やるよね。はい、全て失いました。辛い、やばい。もう3万円あったらもうさ、本体買えるわ、プレステ4買えちゃうわ、3万あったら。それ考えるともうさ、やるせないよね。なんかこれ星ドラおじさんみたいになってない？今えて今星ドラおじさんみたいになってない？嫌なんだけど、もう競馬やめようかと思います。はい、やっぱね、お遊び程度にね、やるのが一番いいよ。はい、そんな日曜日を過ごしたいテポンゲの、本日の無料1連と11連、やります。まずは1連無料福引きからいきます。投信シリーズね。まあ、あんだけ外したんだし、今日ぐらいね、いいの出してくれねえか。こっちはいい、別に。こっちは別に期待してない、最初から。もうここでロトの券出たらもう3万円、ロトの券3万円だと思うわ、えて。ロトの券に3万円使いましたで納得できる。なんか、そうやってなんか、ごまかす。もう今日もいろいろパンとかさ、買って、あ、これ3万円のパンかとか思いながらさ、いろいろ工夫したけど、無理だ、パン3万円もしねえ。3万円のパンなんて、見たことがない、そんな。お願いします、ロトロ券ください。競馬負けたんで、ロトロ券ください。スキップ。はあ、そうくるか。ロトの盾、まあ回復盾だね。リベホイミかな、リベホイミの50回復する、盾30ずつって書いてあるけど、錬金すれば確か50。まあ悪くない、持ってないし、天空の盾と使い分け
どうなんだ、別に天空の盾でいいよな。天空の盾でいいんだよな。あとカイザークス、まあこれも錬金だね。錬金外れだね。はい、はい、まあまあ今日はロトの盾をねもらえたということで、はい、3万円ね、3万円で夢買ってね。まあ夢買うっていうのがね大事だから、そのただただその3万をドブに捨てたわけじゃないから、夢は買わせてもらったから、うん、はい、もう引きずらないようにします。はい、では本日の、2周年、はい、本日の2周年、の記念の、福引きでした。はい、ではご視聴ありがとうございました。